よよよ皆さん、今日はあんまりいい話ではないんですが、これよく見てください。ですね、この筐体の中に入っている基板はネオジェオの MV1F かな、 MV1FF1、 まあどっちかね。で、この基板は3年前買って1万5000円かかったよ。TOPS というウェブサイトで購入して、でも3年間ほとんど毎日楽しく MVS のカートリッジを使って遊んでたんですが、昨日の朝電源をつけてみるとこんなエラーが出ました。で、このハードウェアテストフェールド、まあフェールドはみんなわかると思うんだけど、失敗したってという意味です。で、Z80 システムというエラーは、これは音サウンドのエラーです。で、結局こんな画面が出てきて、まあカートリッジをきれいにしたりとかいろいろちょっとやってみたんだけど、あとはまあ別のゲーム入れたりとか、でもそれでも同じ結果になります。すっごくイライラするよ、これは。もううちはオリジナルハードウェアを持つなんてちょっとプライドを持ってたんだけど、どうしようかなと思って、なんかこれを修理するか、もうハードウェア、オリジナルハードウェアを諦めるか、まあどっちかね。これはね、会社に送って修理してもらって、でまた送ってもらって、多分1万5000円以上かかると思うよ、やっぱり。で、うちはそういうなんかね、ハンダゴーテを使って自分で直すなんてもうありえないよ。僕はハンダゴテ使ったこと一度もないし、もうこれから勉強した方がいいかな。まあわからないんですが、悲しい話。もうこのセットアップね、このリンドバーグを使ってね、オリジナルハードウェアをと一緒に遊ぶなんてもう楽しいなと思ってたんだけど、まあで、まだね、このエラーの話に戻ろう。まあ下に書いてあるんですがね、Resume は続く。だから例えばこのエラーが出ても実は遊べれるんですよ。遊べれる、ほら見てね、普通に遊べれるけど、ちょっとねこれ入れて、はい、スタートボタンね、普通に遊べれるんですよ。しかしみんな気づいたと思うんだけど、音がないんですよ。今の音楽は、まあ、隣のテレビです。そう、だからこのままね、音なしで遊ぶなんてもうありえないね。これはね、うざい。だからまあどうしようかな。この基板もう捨てないけど、どっか箱に入れて、でずっと PlayStation 3を使って、ここでリンドバーグを使うとき、やっぱり PlayStation 3を使って遊ぶかな。なんかね、ちょっとこっち移動しようや。今ね、頑張って MVS のカートリッジを集めたんだけど、なんかね、どうしようかな。もうマザーボードはもうないから、ないっていうかもう使えないので、ここにあるカートリッジはもう全く使えないじゃないですか。これはヤフオクで売るか、そのまま置きっぱなしにするか、わからんよ。もう本当に悩んでる。ここはもう全部サムライスピリッツで、ここはまあキングファイターズとかで、ガロ伝説。だから問題はですね、ここにあるゲームは全部 PS4 でできるんですよ。赤ネオジオなんちゃらハムスターという会社が作ったゲーム、800円だけで1本。だから、もうオリジナルハードウェア、諦めるかどうかね、ちょっと悩んでる。まあまあ一応、あまりいいアップデートではないんですが、ちょっとみんなに報告というか、まあアップデートね、投稿した方がいいと思って。で、何か意見ある人とか、もう、まあ修理はどう修理すればいいか、まあ
まあ、多分難しいと思うんだけど、一応まあ なんかコメントとかアドバイス何かあったらぜひコメント書いてください。よし、まあテリボガードでした。あ、まあまあまあ次のアップデートはもう少し前向きなあ内容を考えてまた投稿します。じゃあみんな楽しく MVS っていうか、まあ、ネオジオのゲームと一緒に遊んでください。楽しくゲームしよう。それじゃあまたね。